わしは私利私欲のために和宮さんを将軍家に嫁がせようとしているのではない。何もかもお上をお守りするためじゃ。それなのに幕府から賄賂を取り和宮さんを売り渡すがごとく言われるのは思いもよらぬことじゃ。幕府の脅しがなければなんで和宮さんを偉人のいる関東などへ恩下校させましょう。関白職などたまらねばよかった。関白職がいかに重責か重々お察し申し上げます。されど今こそ正念場にてお力の限りを。総知の言いなりになったのは間違いかもしれん。御所内にこれほどまでに陰口が満ちあふれるとは思わなかった。巷にさえわしを悪く言う者がいる。今一番大事なことは御自らを信じ遊ばすことと存じます。何度も申し上げましたがもはや幕府に昔日の力はありませぬ。白昼大老が襲われ命を落とす有様です。しかも襲った水戸藩に罰一つ加えることができませぬ。うちに弱いばかりでなく偉人たちにさえ頭の上がらぬ始末。今こそこの700年待ち続けた朝見回復の時にござります。しかも幕府と争うことなく忘ることでお上のご意向を増すことができます。そのための和宮さんではありませぬか。幕府は諸大名を鎮め諸外国にも我が国の安泰を示すため朝廷と幕府が一体であることに必死でござります。こたびは和宮さんを是が非でも将軍家に降下させようとお上に無理難題を押し付けました。その結果7年から10年の間に条約を破棄すると約束したのでござります。幕府は後ろめたさを感じております。この気に乗じこれからは国内国外を問わず大事なことは必ずお上にお伺いを立てさせ勅許の上で施行させるようにすれば政の実権を朝廷が握ることができます。さすれば諸大名も我らのもとに集まることになりましょう。今ひとたび日本古来の王政を回復いたしたく存じます。700年来の恨みを晴らしたいのでございます。まずい。今さら言うても後の祭りだが和宮様のご降下と控えとはいえ条約廃棄を約束したのはいかにもまずい。出来もせぬ約束をして10年後にはどうなるというのじゃ。対馬守殿、この際弱音は禁物にござる。何としても公方様と和宮様のご婚儀を実現せねばなりません。その後のことはまた新たに考えましょうぞ。とにかくご婚儀を実現させてしまえば条約廃棄は10年後でよいことになり、とりあえず幕府と朝廷は手を結んだことになります。さすれば飯後大老と朝廷の反目も終わったことになり世の中静かになります。水戸や薩摩の脱藩浪士どもも朝廷のための攘夷などとは言えなくなることでしょう。まずは今日明日のことが肝心にござる。では今話を詰めているプロシア、ベルギー、スイス三国との通商条約はどうすればよいとお思いですか。7、8年後には全ての条約を廃棄して再び鎖国すると約束しながら新たにまた三国と条約を結ぶというのですか。朝廷には言わなければよい。さよう、何もかも朝廷に知らせることもありますまい。そのような姑息なことができましょうや。半月もしないうちに朝廷に伝わり和宮様とのことは即刻中止となります。それでもよいのでございますか。対馬守殿、では朝廷に伝えることにいたしましょう。でも心配はいりません。お上は諸外国と戦をすれば
我が国は負けることをよくご存じにござる。今は三国との条約調印を拒否すればたちまち戦となり、我が国は焦土と化すと申し上げればよいではありませんか。申し上げます。外国奉行鳥居越前の神様がお目通りを願っておりまする。通せ。はい。申し上げます。フランス代理公使より知らせがあり、配下のイタリア人一名が侍に襲われ重傷とのことにござります。警備の者は何をしていたのじゃ。今調べているところでございます。今年になって何人の偉人が襲われたと思っているのじゃ。お目付、目付、町奉行をすぐ集めよ。はい。何をしているのじゃ。一人を切って我が国が救えるか。一人切るごとに我が国の立場が悪くなるばかりではないか。竹谷。お父さん、もうご心配いりません。アリス側の宮さんが身代を引き遊ばしたのでござります。私も涙を捨てましょう。江戸へ参ります。